ケンジ、今日は何時に帰ってくる？夕飯準備できてるよ。ミチコ、お前さ、一体何キロ太ったんだ？急に何？いいから答えろよ。お前のデブ飯食ってたら俺も太るかもしれないし、お前の顔見てると空気吸ってるだけで太る気がする。正直デブすぎて見てらんないというのが本音だな。ひどすぎる言い方するんだね。私は確かに20キロくらい太ったけど、そこまで言わなくてもいいじゃない。はぁ？ 20 キロってやばすぎだろう。相当太ったなぁとは思ってたけど、まさかそこまでとは、ドン引きだな。もう女というか人間として終わってないか？いい加減にしてって、私は食事で太ったわけじゃないって説明したよね。どうして分かってくれないの？闘病中に薬の副作用で20キロ太ったのよ。ちゃんと説明したはずなんですけど。そんなのもう薬の治療は終わったんじゃないのかよ。さっさと元の体型に戻せよ、みっともない。そんな言い方する？まだ治療は続いてるし、終わっても20キロは簡単には落とせない。急激に落としたりしたら体力が落ちたり、健康にも良くないから。まあ、そんなのもうどうでもいいけど、どうせお前とは別れるんだから。え？どういうこと？お前の面倒をもう見る気はないってことだよ。というか、お前の顔を見ただけで吐き気がするし、もういなくなってくれるか？てか、いなくなれや、このデブス、豚野郎。ひどすぎない？私が病気だったの分かってるよね。まだ治療中なのにそこまで言うとか、それでも人間か？私が豚ならあんたはクズゴミでしょうが。その体型になってもまだ口は達者なんだな。でももう家からは出て行ってもらう。俺はお前みたいな豚に餌をやる金はないからな。今日帰らないから、荷物まとめて朝までに出て行けよ。そんなに急に？出て行けって、通院だってまだあるのに、出て行ってどこに行けって言うのよ。知るかよ。養豚場にでも帰れば、きっとどこか受け入れてくれるとこがあるよ。最低発言だね。あんたが最低なのは分かってたけど、投薬で太った私を速攻で捨てるなんて、周りからも人間性疑われるんじゃない？なんとでも言えば、周りだってお前を見たらみんな理解するはずだ。今は昔の面影なんてない。ただの関取なんだからな。関取ってまた微妙な。せめて横綱って呼んでほしいもんだわ。面白いこと言ってどうする。ま、調子のいいこと言ってられるのも今のうちだぞ。お前は結局追い出されることになったし、病気でデブなんだから。お前の人生、もう二度と楽しいことなんてないかもな。余計なお世話だよ。あんたがそこまで言うなら出て行くけど、あんたは自分が本当にクズで最低の人間だって自覚しろ。外を歩くのが恥ずかしいくらいに感じるべき、ゴミ野郎だからね。お前そんなに口悪かったっけ？体重の増加とともに性格も悪くなったのか？あんたにだけはそんな失礼なこと言われたくないわ。もう出て行くからいい。太ったからって速攻で捨てるなんてね。そんな最低男とは結婚してる意味ないわ。こっちこそ離婚で問題ありません。出て行くから。さっさと出て行け。養豚場に帰れ。さようなら。今までありがとうございました。二度とあなたを思い出すことがないようにします。おい、久しぶりだな。俺再婚することになったから結婚式来いよ。招待状送るから住所教えて。は？お前誰？なんだよその言い方。別れた旦那を忘れるわけないだろ。ああ、あのクズ男か。クズ元夫が何のよ。結婚式とか元嫁を招待する神経が本気でわからないんだが。元夫から結婚式の招待来て悔しいか？俺に捨てられたんだもんな、太りすぎたせいで。惨めすぎるだろ。うるさいんだよ、今さらマウント？なんで私があんたの結婚式に行かなきゃいけないのよ。いいから、その醜く太った惨めな姿見せに来い。だいぶ上から言ってくるのね。よくそんなマウント取れるわよね、自分が捨てた女に対して。だからだよ、惨めな姿見せて参列者を笑わせてやれ。相変わらず最低なことを言ってるけど。私が行くと思ってる？あんたの顔なんて二度と見たくないし、思い出したくもなかったのに。よく言うよ。まだまだ未練たらたらのくせに。はい？未練って？あんたに？俺はもう再婚するんだぞ。
その結婚式にデブ女を呼んでやるって言ってるんだ。感謝しろ。惨めな姿で爆笑を頼むな。気が変わったよ。私結婚式に行くことにします。でも、私も旦那を連れて行くね。は？旦那？そんな妄想してるのか？俺に張り合いたいからってわざわざ旦那役を雇う必要ないぞ。そんな見栄を張ったところで、お前を見たら客はすべてわかる。太ってたらすべて終わりなんだからな。わかったか？なんとでも言えば、結婚式行ってあげるよ。感謝しろよ。デブって俺に捨てられたお前を特別に式に招待する。惨めな姿見せたら式盛り上がるし、必ず来いよ。自慢の旦那と行くね。妄想の夫かよ。かわいそうすぎて涙が出てくるわ。まあせいぜい頑張っていいやつ連れてこいよ。言われなくても大体の人間はあんたよりマシだよ。その中でも私はかなりいい人を捕まえたから、自慢の旦那をクズ元旦那の再婚式に連れて行くわ。どうなるか見物だね。お前の妄想がどこまで行くのか見物だよ。俺に捨てられたせいでそこまで落ちぶれだか？かわいそうだけど、俺と嫁で一緒に笑ってやるわ。楽しみにしてます。私も楽しみにしてる。それじゃ、結婚式の情報送っておいてね。どういうことだ？お前と一緒にいるの、有名な実業家じゃないのか？実業家の中川氏だろ？そうだけど、あなたの望み通りに自慢の夫と式に参加しただけ。これがあなたの望みだったんじゃないの？感謝してよ。お前、どうやって知り合ったんだよ。なんで今日は付き添ってもらってるんだ？こんな茶番に協力してもらえるほどの仲なのか？茶番って何が？私、今は結婚して中川美智子になったんですけど。え？美智子と中川氏が？私はちゃんと事前に説明してあったはずですけど。夫と行くって言い続けてたよね。でも信じなかったのは自分じゃないの？そうだけど、お前を最後に見た時はブクブクのデブだったし、まさかお前が再婚してるのが本当だなんて思ってなかった。おかげさまで元の体型に戻ったどころか、かなり健康的な体型になりました。前より痩せて筋肉もついたし、今は何も問題ないし、自信も取り戻した。しかも中川氏とだなんて信じられない。一体どうしてこんなことに？何が？私が実業家として有名な夫を伴って出席したらおかしい？私も元の体重に戻っていて、美男美女カップルとして参列者からも注目の的なのが悔しいってこと？だからトイレに隠れてスマホでこそこそ連絡してるの？ダサすぎて笑えるんですけど。うるさい！俺たちの式なのに何してくれてるんだ！私たちの存在感が強すぎちゃった。あんたら新郎新婦の存在感皆無になっちゃったね。そりゃそうだろ。有名人が来てるんだ。周りだってざわついてるし。じゃあ私たちはもう満足したし帰るね。は？この状況にして帰るつもりか？どういうことよ。過剰反応してるから帰ってほしいのかと思ったけど、違うんですかね。お前らのせいで俺らの式は台無しだよ。どうにかしてくれ。こんなのアンフェアじゃないのか？俺に何の恨みがあるって言うんだ。恨みに心当たりがありすぎるんじゃないですか？そりゃ、まあ、確かにそうだけど、もう3年も前のことだろ？そうだよね。だから私も忘れてたんだけど、あなたがわざわざご丁寧に思い出させてくれたよね。だから私もここまで来てやったんだよ。あんたが見下して捨てた女は、今はもっとマシな人と再婚して幸せにやってまーす。嫌味がひどすぎるだろ。マシな男って、俺だってそこまで悪くないだろ。重い病気になって苦しんでる私を支えるどころか、闘病で太った私を馬鹿にして見下してくれたよね。挙句に家からも追い出して離婚突きつけて捨てたよね。それって、クズとしか言い表せないと思うんですけど。わかったよ。そこまで言わなくてもわかってるって。昔のことはもういいだろう。少なくとも、あんたみたいなクズ男と結婚するような結婚相手には忠告しておけたし、よかったよ。は？忠告ってどういうことだ？あんたと私がどうして離婚したのか、神父さんには伝えておいたよ。一応忠告しておかないとかわいそうだもんね。かわいそうって、ちょっと待て。
お前、彼女に何を言ったんだ？今言ったようなことそのまま全て言いましたけど、私が何か間違ったこと言いましたか？間違ってはないかもしれないけど、そんなの結婚式当日に聞きたいことじゃないだろうが。俺の結婚を台無しにしてどうするつもりだ？復讐なんてするつもりはなかったけど、結果的にそういうことになっちゃったかもね。まさかお前、俺とやり直したいのか？はい？だから俺の結婚式を台無しにして俺を奪い取るつもりか？そういうことならまあ考えてやらなくもないよ。お前も前よりはマシな体型になったし、再婚してもまあいいかな。何言ってんの？妄想やばすぎよつ。え、妄想？あんたとなんてやり直すわけないだろうが。私は今の旦那が大好きで幸せなの。病気だって治って健康になって、もう二度とあんたと結婚してた頃の地獄なんて味わいたくない。地獄ってそれは言い過ぎだろう。私は本当に地獄の気分だったよ。でももう関わりたくないから、今日は望み通り結婚式に参加してあげたんだし、もう連絡してこないでね。ま、ブロックするけど。え、ブロック？俺から距離を置くつもりなのか？距離って何よ。離婚してるし、これまで3年間完全に他人だったし、同じ状況に戻ります。でも、今回はブロックするんで、もう一生関わることないかな。次もしあんたが再婚するとしても、結婚式には参加しないから。安心してね。それじゃあさようなら。クズ元夫さん、結婚式が無事に終わるといいわね。結局、美智子さんと夫の中川氏はその後すぐに退場。他の参列者はその話題で持ちきりで、結婚式は終始ざわついたまま、主役の二人は注目されずに終了。それで親戚とも気まずくなり、新婦も美智子さんから聞いた話でドン引きしており、そのまま夫婦仲が悪くなってしまって、1週間で別居スタートし、1ヶ月で離婚まで行ってしまったのだそうですよ。健二さんは美智子さんのことが忘れられず連絡をし続けたんだそうですが、美智子さんは宣言通りに健二さんをブロック済み、連絡が来ていることなど全く知らずに幸せで平和な日々を過ごしていたのだとか。今後も関わるつもりはないんだそうですが、それが間違いなく一番でしょうね。